皆さまこんにちは私はレック専任講師の小沢光一と申します本日は国家資格キャリアコンサルタント二級キャリアコンサルティング技能士の合格の取説テキスト問題集こちらの使い方の講義を始めさせていただきますこの講義ではですね合格の取説書籍の使い方を 過去問題実際に行われました国家資格及び二級技能士の過去問題の例をもとにどうやってアプローチをしてみましょうかといったところをですねご一緒に考えていただく場というふうにしていきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますでははじめに国家資格の特徴からですね国家試験の特徴から 見てまいりたいと思います国家試験の特徴でございますがこれはあの実務に従事するにあたり必要最低限の知識を習得しているか重要事項をきちんと理解しているかということで大切な要素については何度でも問われる傾向があるというところがございますしたがいまして過去の出題傾向を定量的に分析することで 試験で問わわれるるる重要な点が分かるとも言えるわけですですはそれをですねご説明させていただきますがこの過去問に基づくアプローチでございますけれども国家資格キャリアコンサルタントの試験は2016年の第1回以降全ての問題そして2級の技能士につきましては 国家資格キャリアコンサルタントが開始された2016年当時えつまり2015年以降の問題全てをカテゴライズした上でどのような傾向の問題が出てきたかそしてそこから出題されるポイントですね論点をとらまえてそして政策をいたしております分析問題数全てで2000問題ということになります。 では次のスライドでご説明させていただきますがこの合格の取説は4ステップ構造で制作しておりましてステップ1が傾向分析過去問題の出題傾向を分析しステップの2で攻略ポイント全体像を把握して押さえておくべき事項や学習ノウハウをご説明しステップ3の即習テキストでは過去問題においてよく出ている品質事項 品質の論点ですね。これを中心に覚えるべき論点をまとめたテキストとなっております。そしてステップ4こちらがまあ仕上げのアウトプットになるわけですが練習問題を105問入れておりましてこれによる演習をするようになっております。では次のスライドでご説明しますと。さらに、 問題全体をカテゴライズしまして法律統計理論その他ですね法律の問題あるいは制度からの出題そして労働市場に関する統計の問題キャリアや面談などのこの理論の問題そしてそのいずれでもないその他ですねに分類をしまして こののステップの構造というこれでテキスト問題集を構成いたしておりますでは続きましてですね皆様こちらこれから動画をご覧いただくに際しましてお願いがございますまず国家資格キャリアコンサルタント試験と2級のキャリアコンサルティング技能士の 過去問題をですねダウンロードししていいいたただけまますすようお願いいたしますこれはですね国家資格に関しましては第24回おそらくこの動画をご覧いただいている時にまあ最新のものとして掲載されているのではないかと思いますが第24回それとですね 第三十一回、こちらをですね、ああの第三十一回は二級技能士の方です。国家資格が二十四回、二級技能士は第三十一回。こちらの問題をダウンロードして、お手元にご用意いただけますようお願いいたします。もう一つ、ご用意いただくとよろしいかなと思いますのが、こちらになります。 キャリアコンサルタントの倫理考量と試験の出題範囲ですね。この試験出題範囲はキャリアコンサルタント試験の試験科目およびその範囲ならびにその細木などといった名称で公開がされております。今日直接こちらの資料を 参照いただくということはございませんが過去問題をですね特にさしまして倫理考慮とこの出題範囲というのをこう見ながらですね解いていただくというのは非常に有効ですどんなところが狙われるかそして倫理考慮については倫理を扱った問題についてどうアプローチするかというところの非常に有効なヒントとなりますでは最初にですねまず皆様 国家資格キャリアコンサルタントの第24回の問題をご用意くださいそして今日全体にまず言えることなんですが二級技能士を受けられる方も国家資格の問題は過去問非常に有効です。逆に 国家資格、キャリア、コンサルタントを受けられる方が2級技能士の問題を見るということも非常に有効です。まあ,あのしかしながら、あの国家資格のキャリアコンサルタントをご受験される方は、あのまあ2級まで手を広げてしまうと非常にこの限られたですね時間の中、通常養成講座を終えてから。 比較的短期間のうちに本試験の日程が来ますので、まあ、あの余力がある方を除いてあまり手を広げることはあのおすすめいたしませんが2級技能士を狙う方はですねまたあのその逆もしかりで2級のものが国家でも出されたり。 非常に出される論点の行き来というのがございますのでこれは両方見ていただくとよろしいと思いますので今日は国家資格も二級技能士も両方過去問題を見ながら解説をさせていただくということといたしております。では皆様お手元に国家資格キャリアコンンサルタント本試験の 第24回問いの23この問題をご用意くださいこれは障害者差別禁止指針からの出題になりますまず私この問いの23どんな問題か読んでみたいと思います障害者差別禁止指針厚生労働省平成27年で示された 差別の事例に関する次の記述のうち差別に該当しないものの組み合わせはどれかとございますえこちら A 配置に関し合理的配慮として障害者本人の障害特性や労働能力適正等を考慮して特定の仕事を割り当てた B 障害者でないものについては成績が最低のもののみを降格の対象としたが障害者については成績が平均以下のものを降格の対象とした C 障害者でないものについては成績が最低のもののみを解雇の対象としたが障害者については成績が平均以下のものを解雇の対象とした D 積極的差別是正措置として 障害者を障害者でないものよりも有利に取り扱うこととしたとこちらの問題に関しましては政党が足の4の A と D が差別に該当しないとなっております。ままずここののの問題のアプローチの考え方でございます最初にこれは 合格の取説書籍の27ページから持ってきているものですが障害者への合理的配慮といいう論点がございますすこちらですね障害のあるなしにかかわらず皆が共生していく社会づくりというのが背景にあるとこの合理的配慮についてはちょっと整理いたしますと企業丸1企業規模に関わりなく全ての事業主が対象ですと丸2障害者の手帳を持っている人だけに限定されませんと。 そして、ん、障害者に差別的な扱いを行うことは禁止されますと採用賃金昇進などあらゆる場面が対象そして、4積極的な差別是正の措置として例えば障害者のみを対象とする求人は禁止されませんとまた合理的な配慮として障害者を対象に例えば独自の研修を行うということも禁止がされません。 では、これは何を申しているかといいますと、えー、ま障害者の方に関する出題もそうですしあるいは 女性に関する論点もそうなんですが、まあ、例えばあの女性がそうなんですけどもかつての日本の男性優位社会でもって非常に女性についても不利な扱いを受けていたわけですねそれを積極的に是正していこうということについてはこれはまあ,あの良しとされることがございますでそれを前提にですねこの問題をアプローチ解いてみますと。 再び皆様あのお手元に過去問題を文字で見ながら見ていただきたいんですが足の A と足の D についてはまあ,あの合理的な配慮であったり積極的なあの差別の是正措置ということが一般常識的にも分かるんではないかと思います。ではこの 問題の中で不適切であるという足の B と C ですね、B と C はどんなふうに考えるかです、これはですね、もう明らかにあの差別的なものであるというのが分かりますちょっとと次のスライドを見てみたいと思い思ます。 これはですねまずアプローチは今申し上げましたようにベースとなる法令や制度の目的を踏まえるとで常識力を働かせておきます,働かせてきます足の B と C ですねこれ絵を描いてみます例えば まああのー、成績ですね、えー、営業成績でも何でも結構なんですがあの成績が仮にです,仮にですねこう、まあ、釣金型のの正規分布的なものを描くと仮定しますその時にこの説問足の B と C に関してはまあ,あ降格するか降格させるか解雇するかという違いではあるんですが例えば障害者でないものについては成績が 最低の者の,の目を降格解雇の対象としたイメージとしては成績最低の方の1名を降格させたり解雇するではもう一つですね障害者については成績が平均以下のものを広格・降格解雇の対象としたと平均以下ですとまあ複数の人がこうもう当然含まれますこれはですね明らかに明らかにこれはですねあのもう違和感がございます えー、この問題ですねアプローチとしては文字面で見ると何だろうなよく分かんないなちょっと複雑ですよね文字面で見るとしかしながら本試験会場でですねちょっと気を落ち着けてこう絵を描いてみたり図を描いてみたりしてこれはあの問題用紙汚しても構いませんのでそして、えー、じっと解いてみるとあなんだこれは明らかに常識に照らしてもおかしいなということで。 選択肢の B と C をバサッバサッと落とすことができるとこういうアプローチをご提案させていただきたいと思いますではこのスライドもう一つございますご参考でございますが障害者基本法というものからちょっと取ってきました第1条ですねどの法律も大体第1条というのは目的条文といいましてその法令の目的が書かれてますので まあ大体あの法令の問題を解くときには第一条を見とくとどんな趣旨なのかなっていうのがあのまあ常識力を得ることがでできまますす第一条読んでみますこの法律は全ての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり全ての国民が 障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため云々となっております <coughs> すなわち障害の有無によって分け隔てられることがないというのがあのベースですえただし 今までの時代背景を踏まえて合理的な配慮であったり、まあ、あの積極的なあの差別の是正をしていくということはこれは認められるというその2つを押さえた上で問題をアプローチしていくというこんな解き方になります。ではですね続きまして皆様次はですね 次は問いの32ですね、問いの32、治療と仕事の両立支援のためのガイドラインというところを見ていきたいと思います。この治療と仕事の両立支援のガイドラインについてはですね、非常によく出ます。 かつですね出る論点というものがたいまあ,あの似てきているように過去、まあ、問題を分析していると見て取れますのでそれを前提にご説明をさせていただきます今この問題については全ての選択肢を今ここで読まずにまずは合格の取説のページから見ていきたいと思います。合格の取説は 二百九十八、二百九十九ページになります。両立支援の論点ですね。まず職場は就業上の配慮を行いましょう。えー、これはあの癌とかそういった疾病を抱えながら就業をするという労働者の方が治療と仕事を両立させるというこういう論点になりますので、えー、まあ例えばあの病院に通いやすいように。 時間をですね調整してみたりとかそれからあまりにあのこの重得重得というかですねこの銃撃ですね銃撃な業務から外してあの、まあ、配置転換をして差し上げるとかそういうところが求められてます。でこの両立支援のポイントとしてですね、まず何より 労まず本人がですね、えー、まあこれ本人がですね主治医の指示などに基づいて治療を受けたりとこれあの生活習慣が乱れてたりしたらそれはいかんという前提のもとに次が ③ です何より労働者本人から申し出がなされてからそこからトリガーとして、えー、これを進めましょうということになります。 そししして、先ほども申し上げました治療と両立支援の特徴を踏まえた対応というのは育児や介護,の介護と仕事の両立支援と異なり時間的制約に対する配慮だけではなく労働者本人の健康状態や 業務遂行能力も踏まえた就業上の措置などが必要とこれどんなことを言っているかと言いますと育児とか介護というのは本人はいわゆるあの治療してないわけですねまああの病院に通ったりはしていないという状況ですのでそれとはちょっと事情が違うということですそしてもう一つ丸5が個別事例の特性に応じた配慮でこれは症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なりますから まあ、その個人ごとに取るべき対応とかその時期などは異なるものであってその個々人の事例にまあではですね皆様それでこの問題を見てみますと。 まず、最も適切なものは足の1になります治療と仕事の両立支援は労働者本人からの申し出が基本となるため相談窓口設置とその周知など申し出が行いやすい環境を作ることが重要であるこれはどうしてかというとですねこちらはあのこの両立支援のガイドラインというこの、まあ、資料にもそのように書いてあるからです。 国家資格は必ずですね一つに政党が定まるように作られています。これはある人があの学派がたくさんあってですねある人はこう考える、えある人はこう考えあの別に考えるみたいなそういうあの出し方っていうのはしないわけですね。誰が見ても公平に一つに答えが定まると。えー、まあ,あのそういったですね両立支援のためのガイドラインを最初からこうずあのまあ。 お読みいただくというのもおすすめいたしますが、まあ、あのお読みいただく時間がない方のためにそこから過去の論点に照らしてピックアップしてまとめているのが、まあ、合格の取説ということになります。では、 えー、足の2を見てみますと仕事の繁忙等の事情があれば両立に必要な就業上の措置や <laughs> 配慮が行えない場合もあるのもやむを得ないやむを得ないというのは書いてないわけですね。えー、それから足の3事業者としての治療と仕事の両立支援についての基本方針や具体的な対応方法は治療が必要な労働者とその上司にのみ伝えることが望ましい。まああのー 例えば時間をシフトししててて病院行っっっきまますすととかっていうのがあったとしますそうするとこれはご本人の同意というのが大前提にはなりますが周囲の方にですねそのご本人が同意して同意した上でその方の治療をみんなで応援しようとその方が早く帰宅をして病院に行くということがあれば周囲の人たちでカバーしてあげようじゃないかそういうようなことを考えますとあのまあ あの周辺の方にもですね会社としての基本方針とかいろんなあの具体的な対応というのを伝えておく必要があると考えるわけですね。 えー、そして、えー、同様の理由からあ疾病の内容、障害の内容、治療の内容等に関する情報はいかなる場合であっても周囲の同僚や上司等に伝えてはならないいかなる場合でもというのはこれがです、ねまああのー、非常に、えー、キーワードあのいわゆるあのキーワードになります。キーワーワドというのはですね、えー 法令の問題制度の問題というのは答えを一つに絞り込むために「すべての」とかです、ね「いかなる問題も」というような「いかなる」とかですねそういう言葉をですねあの出してくる時がございますのでこういった選択肢が用語が選択肢の中にある場合は「おやおや」っていうふうに考えていただいてよろしいんじゃないかなと思います。 では続きましてですね次はあの理論の問題から見てみたいと思います次の論点は問いの35になります問いの35はマイクロカウンセリング からですマイクロカウンセリングというのは IB という方によるものですがそんなにですねあの、まあ、毎回のように出されるということではございませんがこの第24回の本試験の問いの35の論点は過去にも何回か問われておりまして、まあ、あのその論点を押さえておけばですねこれはあの解けたかなというところでございますんでそれをご紹介をさせていただきます。 えー、まずこの問題選択肢読んでみたいと思います。マイクロカウンセリングにおける関わり技法に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれかこれ選択肢の1足の1が不適切です。励ましはクライエントの気持ちが落ち込んでいる時に元気づけるような言葉かけをすることである。これあの 励ましだからまあ元気づけるような言葉がけをするというところですんなり読めてしまうんでがゆえにこれは狙われる論点ということがいえ過去にも問われたことがございます。では、励ましというのは何なんでしょうかと,いうところですねこちら見てみたいと思います。 「励まし」技法は「え A えー、とか「えー、とか「それで」といったものやクライエントの言葉を短く繰り返すものなど言語によるものとうなずきのような過去問ではですね「励まし」には相談者を勇気づける言葉が含まれるとか誤りですね、えー、まあほにもですね 相談者が積極的に行動できるように働きかけるこれも誤りですなどが問われたことがありますと、えーまあ、このようにですね過去問題の傾向を見ながらですね論点を整理をいたしてございますでは次にですね あのこの問題問いの35は選択肢の2以降はあのここでは読みませんので皆様お手元の囲問を見ながら動画をストップさせるなりしてあなるほどというふうに見ていただければと思います。次はですねアセスメントツール系からの問題になります。 この出題キャリアインサイトというものから「問いの40」で出題されていますあのキャリアインサイトってどんなものかっていうところもですねこれはあの次のスライドでご説明をさせていただきますがこちらもまずはあの問題をですね少しこちらは読んでみたいと思います。問いのののののキャリアイインサイトに関する次の記述のうち不適切なものはどれか足の位置 総合的なコンピューター支援型キャリアガイダンスシステムの一つである。足の二、若年者用ですね若者用のキャリアインサイト EC（ 括弧18から35歳未満の若年求職者対象）括弧とじとキャリアインサイト MC（ えこちらは30代後半以降の職業経験者対象の2つが統合されたシステムであると。足の三。 えー、適適評価機能かっこ適正診断コーナーナ職業情報の検索機能職業情報コーナーそして、えー、適正と職業との照合機能総合評価コーナーの3つの3つの機能からなるって書いてます、えー、足の4です。 適正,適正診断コーナーで示される興味の評価は職業レディネステストなどと同様に職業興味の6領域の考え方でプロフィールが作成されるというふうになってございます。でではこれ次のスライドで見てみたいいと思まますまず キャリアインサイトはですね、以下の4つの機能から構成されていますと。えー、まず、丸1ですね、適色診断コーナーとか、ここではどんなことが出るか。こちら、のよく出る論点というようなところで、B のですね、興味の評価。これは、ホランドの職業興味の 6, 6の6つの領域、リアセックですね、この枠組みで表示されるとかですね、こういうあの解説が 示させてていいただいておりますで、えー、キャリアインサイトってそもそも何かっていうとですねこの合格の取説の紙面にもございます CD r o m でこう供給されるような提供されるようなですねあのコンピューターのソフトウェアです。この ソフトウェアはですね、私もこの、まあ、キャリアインサイトを用いるという、まあ、あのトレーニングを受講した時に、えーまあ、トレーニングを受講してそして、えー、この入手したあのものでございますけども、えー、まず出題論点からいくとですね足の位置、総合的なコンピューター支援型キャリアガイダンス、まあ、これはの、えー コンピューター使うんですね。これは足の1は適切。そしてですね、えー、足の2若者用のキャリアインサイト EC、アーリーキャリアですね。それと、えー、まあ35歳以上の就業経験がある MC ミッドキャリア。これがですね統合されたんですね。こちらはですね統合されたのはあのー、まあ,あ少々前の時期になりますけれども。 統合されたっていうのがあの何回か出されております。したがってあのやっぱり出る論点というのはこのように図式でですね整理させていただいております。そしてアシノさんですね。アシノさんは四つの機能から構成されてますので三つの機能と書いてある足のノさんはこれで誤り不適切ですね。 そして次に足の4ですね適色診断コーナーで示される興味の領域はとこれはあのホランドの6領域ですねリアセックで表示がされるというものになります。こちらですねあのアセスメントツール関係については、まあ、あの第24回はキャリアインサイトでした。 が他にも GATB とかですね、VPI とか VRT とかいろいろあの出されます。で、これ実際にあの出されるときはあの文字ずら、文字だけで出されます。 そこでですね、合格の取説においては、あのまあ写真などもご提供しながら立体的にですね、このイメージしていただいてアプローチ試験アプローチをしていただくということを工夫しております。これはあの実際にですね、いろんなあのアセスメントに関するまあ心理の検査とかのツールはですね、あのなかなかまああの中には。 中にはネットにいろんな情報が載っているものもございますけれどもなかなかその載ってないものもございますしあとはですね、まあ、資格取ってからでないと販売しないなんてそんなものもありますんで。あの 取リセツの方でうですね、この試験のテストですね、ツールのテストの内容とかを、まあ、むやみに公開するということは避けながら、ですね、試験に必要な論点というのを整理しておりますので、参考にされしていただければと思います。で、その一つがですね、もう一つは、トリセツにはあのこちらはあの載せてございませんけど、URL 載せておりまして、 例えばキャリアインサイトからの出題でいきますと。と画面とかをですね見ておくと。まあ、アプローチしやすいだろうというような観点でですね。ホームページのリンクなども載せております今日はあのこのホームページから引用してですねメインメニューの画面などもご覧いただいております。 では続きまして皆様、今度はですね二級技能士の論点を見てまいりたいと思います。二級技能士の論点では、まず第31回ですね、皆様、第31回の問いの4、第31回の問いの4をお手元にご用意いただけますでしょうか。これはキャリアの キャリアコンサルタント関係の試験の中でもよく出てきますジェラット、のスーパー、ホランドといった研究者からのま組み合わせての出題になりますこちらですね、まず足の位置から見てまいりたいと思います足の位置ですね、ジェラットの問題になりますまずあの皆様読んでみたいと思います キャリアの理論に関する次の記述のうち最も適切なものはどれか。足1ジェラットは職業選択を長期的に連続するプロセスと捉え一リレーション丸2問題把握丸3問題解決のステップを繰り返しながら意思決定されるとしたとまずジェラットに関してはもう非常によく出てくるのがもうキーワードでここは申し上げますが。 っこれがキーワードでいきますと予測システム価値システム決定基準それぞれがどんなものかというのはこの取説に記載しておりますのでこれをご一読いただきたく思いますがもう一つ「括弧の2」ですね。 積極的不確実性あるいは肯定的不確実性といったあの論点が出されます。この積極的とか肯定的というものはですね、これはあのまあ同じものでございまして。 あのキャリアコンサルタントの研究者とかですね外国の方もいらっしゃいますからそれが日本にこの導入考え方が導入される時点で翻訳がされますと翻訳者によってですね言葉が微妙に違うところがあるんですね。でそれもでですね、まあ、あの本試験ではどの翻訳 があのどういう用語で、えー、訳されたものが使われているかというのをあの過去問題ですね、えー、まあ二千問題、えー、見ましてそして、えー、まあ、分析してまあ、よく出るであろう用語から取ってきております、えー、これはあのジェラットに関しての足の位置はこれは適切とは言えないというところをお手元の あの過去問題と照らしてご覧ください次がですね次の論点はローですねアンローからの出題です選択肢読んでみたいと思います ローは、親の養育態度、情緒型拒否型需要型の3区分によってもたらされるパーソナリー特性を職業選択と関連づけて構成考察しているとこちらはですね156ページ取説の156ページに研究者と理論の組み合わせ表というのを載せております。これは、あのどんなふうにご活用いいただくかというと、 親の養育態度という言葉は、アンローで、えーまあ、あの研究者であって、えー、そこにはですね、親の養育態度の情緒型、えー、拒否型、需要型、こういうあのキーワードを載せております。先ほどのジェラットについても載せておりますし、えー、他にもですね、例えば自立訓練法とかフォーカッシングとか、こういったものを載せてございます。ここれはどんなことを、そうあの 狙ってこの組み合わせ表を作っているかというとですね、あの私たちがキャリアコンサルタント、または2級技能士の試験をこうアプローチするにあたって、非常にこの理論については、さまざまなあの研究者からこう出題されます。そそうするるとの、ね、の研究者の方についいてて深掘りしている 説問もあるんですね例えば、えー、ドナルドスーパー・スーパースーーパとかホランドといった方シュロスバーグといった方についてはあのその方の理論を深掘りしてきますところがですね一方で、まあ、あのこれこれこういう提唱したのは誰ですかっていうようなそういうあの、まあ、お名前ベースでの出題もあるわけです。そううするととお名前ベースでのの出題というのをその まずあのともかく試験に受かろうっていう観点からするとですねえそのキーワードで解けるものはあの整理させていただいておりますそして実務のまずこの資格をですね取ってから取ってからですねさまざまなやはりあの考え方あの流派というか学派というかあのアプローチがございますのでそこをですね実して ゆっくりとこの見ていくというアプローチにしませんとあのやはりバランスよく効率よく合格することはなかなかおぼつかないというふうに思います。えー、ということでこの組み合わせ表というものをご用意をいたしております。 では、えー、まあ,あのこの講座は取説の使い方ということでございますので次にもうちょっと使い方を見ていきたいと思いますが次はあの、えー、スーパーですね次はこの問題のスーパーになりますこちらもご覧いただきますまず足野さんスーパーはキャリアの虹という考え方を示し 8つの心理社会的発達段階を経験するとしたとこれはですねスーパーの8つのあ失礼しましたスーパーのですね虹ですねキャリアの虹レインボーってやつこれはですねまああの適切なんですがスーパーに関するこのいわゆる発達の段階ですね発達段階というのは それぞれの,この人がですね成長していくその世代ごと年代ごとに何をクリアしていなければならないんだろうかといったような論点を発達段階として問われますけれどもじゃあそのクリアしていこうという段階をスーパーパは5つに分けていますこの成長期探索期確立期維持期加工期開放期ですね こちらの5つに関しましてはこれはですねもう品質です特に成長探索とかってその段階ごとの言葉も押さえていただく必要がございますスーパーの論点この方は非常に研究者としてはよく出されますもう マキシサイクルとかですね。ミニサイクルとかって言った言葉とかえ、そういったものも含めてですね過去の演習をやりながら押さえていただく必要がございますえ、次がですね。足の4でこれはあのホランドからになりますえ、ホランドはリアセックというのがあのま出てきますが。 こちらあの読んでみたいと思います。ホランドはパーソナリティを足の読ですね。ホランドはパーソナリティを5つの類型、研究的、芸術的、社会的、企業的、監修的に分けて、これらの類型と職業選択との関係を考察したとございます。ホランドは6つですね。ホランドは6つ。この問題ですね。リアセックの6つになります。 つまり、えー、ホランドに関しましては6つのリアセックというのがよく出ますので、まあ、例えばです、ね、あのあの試験の準備があのもうギリギリ間に合わないんだというときにです、ね、リアセックそれぞれ覚えるかというと6つというところのキーワードこれ非常によく出ますのでこれを押さえておいてです、ねえー、そしてアプローチいただくというのもあの解き方の一つではあります。 では続きましてですね二級技能士の今度はですね制度に関する問題を見てみたいと思います。これ法制度ですね法令及び制度社会保険労働保険の保険料の負担からの出題になります。まずあのいろんなですねこの保険まああの保険のですね掛け金というか掛け金をこのまあ かけるわけですけどもそのですね。えー、まあ、労働者と会社側で、えー、それぞれどれぐらいの比率で出してるんだろうかっていうのがですね。結構出るんですね。でえー、まあ、結構というか、まあ,あの散見されるというか、あのまあ、比較的よく出てきます。これあの？問題を読んでみたいと思います。 えー、問いの19社会保険、労働保険の保険料負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。まずあの誤っているものが足の一、もうこれいきなり誤りですんで、これ見てみたいと思います。雇用保険の保険料は会社と労働者が半々で負担するとございます。えー、他の足はあの選択肢はあの皆様あの。えー お手元のものでご覧いただければと思いますが、こちらですね、合格の取説で見てみます。はい、まず、今まで、あ今失礼しましたあの、雇用保険ですね、雇用保険に関しましては、こちらはですね、保険料は事業主と労働者が出すんですが、 えー、半々ではございません。負担割合はあ事業の種類により異なって、えー、事業主と労働者が半々ではないこの論点が出ますで。よく出るのがですね、労災保険です。あの労災保険というのはあのこれどんな保険かといいますと、あの私たちがあの仕事中にお仕事中に、まあ、業務が原因となって っ怪我をしたり病気になったりあるいは死亡してしまったりというのがあのこの保険の対象ですがこれはですねいわゆるあの会社があの事業主が全額出しますで一方で同じあの怪我でもですね怪我病気でも健康保険に関しては、えー、事業主と労働者がま原則として半々で出しているとまあ、こういった論点、えー、ですね、えー、になりますで、えー、留意点はですねこちらは あの保険料の負担としてです、ねまあ、財源には国庫から吸出されているものがあるんですが出題論点に関しては会社と労働者のどっちがどれぐらい出しているかということが出されるんですね。えすなわち、まああの この取説に書かれているレベル感で半々とか全額どっちだっていうのを押さえておけばですねじゃあ,あの国からどれぐらいの割合で出てるかっていうのは押さえておく必要がないわけです、えー、これはあの実務上はですねそれあの知りたいときはもうあの、えー、パンフレットとかネット見ればいいわけですからあのまずはあの効率よくアプローチするという観点ではですね、えー まあ割り切ってアプローチしていただくというところがよろしいのではないかなと思います。えー、まあここまでが学科のまあ問題となります。 で合格の取説の2024年版からはですね論述試験にも対応をいたしております論述試験への対応について今日はですね概略でございますがあのどんなあの考え方でこの本書を作っているかというのをですねご紹介をさせていただきますではこちらはですね実際の合格の取説の書面をですね 見ながらご説明をさせていただきます。最初にあの攻略のポイントというところがこの三百四十二ページですね。三百四十二ページにございます。最初に。 まず何からやはり本試験というのは考えなきゃいかんかというとですね論述試験のアプローチとしてまずそもそも何が問われているのかということなんですねこちら「論述試験は学科試験と同じ日に受験する記述式の試験でこれは実技試験ですと」とこれあの学科試験じゃないんですね実技試験ですと。 キャリアコンサルタントとして身につけておくべきキャリアの理論や労働市場に関する知識法令などは学科試験で問われますとマーークシートで問うわけですですはこの論述試験何が問われるかというのが次にご紹介をしております。これはいわゆる試験出題範囲といった資料ですねがございますが。 そういったものとかですねその周辺の情報を私の方で確認しながらですねどんなことが問われるんだろうかというのを見てまいりましたそれがですねまず面談の進め方ですねこれ実技としての面談の進め方は実技試験で問われるわけですはじめに試験出題範囲キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその際目を確認してみましょうと そうするとですね、このキャリアコンサルティングを行うために必要な技能というのが書かれてございます。これ、一字一句は読みませんで、皆様、またあの取ツを参照しながらご覧いただきたいんですが、2級も参考で書いてます。そして、ですね、同じなんですが、基本的には同じでございますけれども、はい、1から8までの技能を用いてって書いてあるんですね。 えー、ちょうど上に書いてございます2級で実技試験見てみたいと思います。あの国家資格キャリアコンンサルタントも同じです、えー、言わんとしていることはキャリアコンサルティングを進めるにあたって次の片括弧1から片括弧8までの技能を用いて相談者との関係構築相談者の抱えている問題の把握その問題に対する目標設定および具体的展開につながることができることの 応答と相談過程を意識できることなどと書かれておりますで、この1から8って何かというとですね、えー、自己理解へのあ,あ失礼しました相談場面の設定から、えー、相談過程の総括っていうこの型括弧1から8までなんですねで、この中で カ括弧の2からカ括弧の7というのはですね厚生労働省が示しているキャリア形成の6つのステップ6ステップと呼ばれるものと同様の相談過程になっています、えー。ということはですね、えー、こちらはあの何を言っているかと申しますと。あの 実技の試験である論述の試験においてです、ね、例えばあの、もうすでに実務を担われている方あるいはキャリアではないけども、まあ、例えばそうです、ね、あのメンタルヘルス系のカウンセリングをやったり。 あるいはコーチングをやったり、まあ、そちらであの非常にあの、まあ、対価を得ながら成果を出されている方とかが仮にキャリアコンサルティングのこの試験を受けてですね「いや自分はあの自分なりきのやり方で成果出しているからあのそれをこの論述試験に書いてみよう」そのアプローチをですねそれを書いたところで得点にはならないっていうことがあの想像 できますこれは断言はちょっとできませんけども本試験で採点,採点基準がフィードバックされるわけではございませんから通常考えてですね試験問題というのはどこから出るか何を問うかこれが あの広く国家試験は国民に対してはあの公平になるように公開されますからそれに照らしてアプローチしなきゃいかんということになります。あのよく、まあ、あの実務を担われている方からのご質問でいや実務でこうにやってんだけどっていうのはあの、まあ、ロールプレイなんかでもですねあのお伺いすることございますけども。 あのそれはちょっとあの試験合格っていう観点からすればちょっと横に置いといた方がいいというところになります。えー、ではですね、えー、次にですね、えー、このアプローチでございますがまずう論述の問題をですね読んだ時にキャリアの観点からですね 客観的かつ広い視点で相談者が気づいていない問題などを見立てて解決につながる支援ができているかどうかを考えるとこれはですね何らかの問題をこの出題の中でその方が抱えております。それはですね何らかの 偏った思い込みとか情報不足とかですね、コミュニケーションが不足しているとかあのあるわけです、えー。この偏った思い込み、偏った思い込みというのはこれはあのこうあるべきだみたいなやつとかですね。それから情報不足、若年者の方で。 まあ情報があまりなくてそれでもうぐるぐる悩みが回っちゃってたりあるいはコミュニケーション不足ですねえこのなんか移動とか昇格とかいろいろ上司から言われましたしかしながら上司とちゃんと話ができてなくてであのまあぐるぐる回っているようなケースというのが出てまいります。その時にですねあのまあえ何が、あのー 問われているるかと想像すすのがですねこの時にアプローチとしてスキルとしてキャリアコンサルタントの見立てをもとにキャリア形成の6つのステップに従って面談を進めていく技能とかあともう一つ丸に着目点相談者の思い込みなどの主観的な捉え方や相談者が気づいていない問題を見つける視点と こいうことがあのまああるのではないかと考えられます。でこちらのですねあの解説にもう一つ載せてございますが。 論述試験はですねあまり複雑な情報ですねシチュエーションを設定しますと時間内の回答も困難になりますしあの、まあ、何よりあのおそらく想像ですが採点,しづらしく採点がしづらくなりますから設問に隠されているというような問題点はそう多くはないと考えられます。えー、実務ではではすね キャリアの相談の裏にメンタルヘルスの不調や家庭の問題とか仕事の問題とかいろいろ複雑に絡みますけどもこれはそしてですねその際のアプローチはあくまで与えられている情報から回答するそしてロジカルにアプローチをするということになります。 あの同時間にアプローチをするというのはどういうことかと言いますと、えー、問いの1から問いの4まで2級技能士ですとこれがあの問いの3までになりますが、えー、これ全部あの関連しているというふうにお考えいただいたいただく必要があろうかと思います。えー、問いの1でですね答えていることと全然違うことをですね、えー、後の方でパッと出してもこれはなかなか。 あ得点はしづらいであろうということになります。えそしてそれらをですね、えー、踏まえてこの取説においてはあの年収問題というのをあの二つのですね、えー、試験実施問題に関してご用意いたしておりますキャリアコンサルティング協議会というまああのこの CC 協議会ですね本試験と同様の問題をまあ にせてて作っておりますまた JCDA ですね日本キャリア開発協会こちらの問題も載せております。これは試験の出題の体裁がです、ねまあ、同じ国家資格なんですが違うんですよね。で違うところはございますがまず国家資格であるから問われているベースは同じであろうと。 同じであろうというか同じでなくてはならないわけですね、これ2つ団体ございますけれども、えー、それをですも、ね、とに、あのー、アプローチをこの書籍ではご紹介をしております。で、最後にですね、この試験でございますが、論述はですねマークシートと違ってですね、どうしてもこの、 あのなんていうかあーご自身で書かれたあの問題の政党ですね政党というかあのご自身の記述論述がですね大体いい合格ラインを超えているのかあるいはあちょっと残念ながら満たないのかというのについてはあの添削をしてもらうというのもありかと思います。えー、こちちらですねあの今ちょっと 画像を停止していただきまして、Q.R. コードなどもですね、見ていただければと思います。はい。えー、論述の問題、あの今申し上げましたあの点査ですとか、あるいはあのアプローチに関するもうちょっとあの実際のですね、講師がレックのあの講師があきちんとあの解説をしているようなあのコースもございます。 えー、いろいろなこのコンテンツをご利用いただきながらアプローチをしていただければと思っております。えー、ということでですね本日はあの国家資格キャリアコンサルタントと二級技能士ですねこの双方のアプローチについて、えー、合格の取説を使って でどう進めていくのかということをですねご紹介させていただきました。あの皆様重ねて繰り返しになってしまいますけれども、あの過去問題ですね。これ繰り返しがあの非常に有効です。あの先々ですね。この後まあ、これ見たけどもうちょっと先に受けようかなっていうお考えの方はですね。 今この後何をすぐすべきかというのは過去問題は過去3回分が協議会であったり JCDA ですねのホームページ試験実施団体のところに公開されております。 でこれがその公開されたものが次の試験が本試験があると古いものからどんどんこう消えてなくなりますからまずはお手元に過去問題を取っておくことということかと思います、えー。ということで本日は合格の取説書籍の使い方についてご説明をさせていただきました。 皆様の合格を願っておりますそれでは皆様今日はどうもありがとうございました